三角結び。おはようございます。2024年1月6日今日の電子工作ニュース、司会の三角結びです。昨日は ESP32 ダブルルームのスマホから LED を操作する挙動ですね、失敗に終わってしまいましたが、あの後試行錯誤いたしまして成功いたしました。今日はその解説のライブ放送になります。よろしくお願いします。それではですね、 ESP32 ダブルルーム32、この回路図あるわけですよ。で、僕このピン配置でですね、いろいろ探したんですけど、なかなかうまく見つからなかったんですね。で、どうもこの ESP32 というのは正式なものから互換性のあるものまでいろんな種類があるようなんです。ご自分で購入したものを的確にインターネットから探していただければいいかと思うんですが、僕がこのピン配置図ですね、探した決め手になったのは、これピンよく数えてみますと、片側に15ピン、両側に15ピン、全部で30ピンなんですね。ですからピン数で探すという手もあるかと思います。参考までに、知っておいてください。早速そのピン配置図なんですが、GPIO ピンってありますね。いっぱいあると思うんです。こちら側にもありますね。この GPIO ピンを今回使うわけですが、他にも、電源は VIN とかグランドレベルとか、こっちは 3.3V とかこう書いてますが、このピンの種類なんだろうって皆さん思われますよね。まずそこから見ていきましょう。まずですね、ESP32 の GPIO ピン、これはゼネラルパーポスインプットアウトプットの略なんです。デジタル出力としてロー、0V、グランドレベルですね、か 3.3V、 これを出力する回路なんです。入力線用を除き GPIO0 から GPIO33 までのGPIO として利用できるんです。 ESP32 にはエスプレスイフシステムス社が開発した Wi-Fi Bluetooth 接続できる、安いマイコンなんですね。で、プログラミングの方法ですね、 C か C++ 言語に似たような Arduino 言語、これでプログラミングできます。もしくは MicroPython ですね。で、 ESP32 には、3つの回路がありまして、物理的なピン、それから入出力マルチプレクサー、 GPIO マトリックス、これになります。で、ピンに対しては IO マルチプレクサーが接続されており、一つのピンは内蔵機能または GPIO として割り当てることができると。 ESP32 の GPIO から出力できる電流値は 40mA か20mA、 この2通りがあって GPI ごとに決まっているそうです。でですね、回路の方に、こういうふうにグランドレベルに 330mm の抵抗をつけて、 GPI モードの26ピンに LED のアノードをつないでますが、この抵抗値ですね、どうやって決めたんだろうということになりますね。まずですね、 GPIO ピンですから、先ほども言いました通り 3.3V 出力するわけです。そして流れる電流は 40mA か 20mA。 僕調べたんですけど、この GPI の26ピン何 mA 出るか分かんなかったんですね。ですから最大の 40mA と仮定して、計算してみました。すると 3.3V 割る、40mA ですから、85オームって出るんです。ですから抵抗としては85オームで大きければいいということになります。大きすぎると今度は LED の光の輝度が落ちるということになりますから、手持ちの抵抗で85オームに近ければいいんじゃないかと。もちろん E の 24系列ですね。ということで手持ちの 330mm 採用して光らしてみたところ、光具合に遜色ございませんでしたので、使ってみました。で、次ですね、デジタル入力としてローかハイを入力します。すべて GPIO で利用可能です。その入力の判断の仕方ですね。0か1かどう判断するか。ESP32 には 3.3V 動作ですので、その 25% の 0.825V より低い電圧の場合はローと判断します。
そして 75% の 2.475V より高いとハイとみなすんです。ということは2つ識値があるってことですよね。そのような特性をヒステリシスな特性を持つと言いますが、実測ではだいたい 50% の電圧で判断しているようなんですね。ということは1個識値があるってことですね。で、識値に近い電圧だった場合、ノイズがありますので入力値が変わったりするので、なるべくグランドレベルか 3.3V どちらかを入力して判断させるようにしてください。まあ、だいたい 50% で判断してしまったらノイズで分かんなくなっちゃうってことですよね。で、未接続ですね、フローティングの GPIO に対して入力を行うと、端子に残っている静電気のようなものを入力してしまいますので、値が信用できなくなりますので注意してくださいと書いてます。ということは、これは中の端子の構造は多分ですけど、MOSFET ということになりますから、入力はゲートになっていると。未接続だと、まあ、判断することができませんので、残った電荷で誤動作するということになりますから、プルアップ抵抗で電源電圧につなぐか、プルダウン抵抗でグラウンドにつないだ方がいいかと思います。今回、検証して動作成功させたわけですが、この下の画面ですね、IP アドレスありますが 192.168.2.108 に今回アクセスしますと、オンを押すと LED が光る、オフを押すと LED が消灯するという挙動を確認できました。で、皆さん一番知りたいのはプログラムですよね。見ていきましょう。まずシャープインクルード Wi-Fi.h、 これは ESP32 で Wi-Fi を使う場合は、まあ、このように書くのがおまじないだと思ってください。何もワルディの ID にインポートするものはございませんので、ESP32 のライブラリインストールしたときにこの Wi-Fi.h 使えるようになっているかと思います。そしてコンスト定数ですね、でこれキャラクターかと思うんですが、 SSID、 ご自分の Wi-Fi の SSID 直接入力してください。そうするとコンストキャラクターパスワード、ご自分の Wi-Fi のパスワード入れてみてください。で、次に Wi-Fi サーバー、サーバー80番ポートと書いてますが、今回は80番ポートを利用してください。そして制御するピンの状態ですね、ストリング型のアウトプット26ステータスと今言う意味かと思うんですが、はじめオフの状態から始めます。で、数値だけだと分かりづらいですので、コンスト定数ですね、でイント型アウトプット26イコール26と書いてまして、 GPIO の26ピンは、アウトプットの26という定数の名前にしておきます。で、現在の時間ですね、アンサインドロング、カレントタイム、ミリズカッコカッコと書いてます。で、以前の時間、アンタイムロングプレビアスタイム、これは0としてください。で、タイムアウト時間ですね、これは2000ミリ秒だと思いますんで2秒なるかと思います。そしてセットアップ関数ですね、1回だけ実行される初期関数ですが、シリアルドットビギン115200、アルディンの場合ですとここの設定は 9600bps になりますが、 ESP32 の場合は 115200bps ということを覚えておいてください。で、ピンモードですね、アウトプット26、ここにありますね、26番ピン、出力端子として使ってください。で、デジタルライト、アウトプット26、はじめはローに設定しておきましょう。で、スイッチを押すと LED が光る、で、Wi-Fi に接続する、シリアルプリント、コネクティングトゥーと書いておけばいいと思います。で、シリアルドットプリントラン、SSID、Wi-Fi ドットビギン、SSID、カンマ、パスワードということになります。で、ホワイト文用意しまして、Wi-Fi のステータスが WL のコネクティッドでなかった場合、ディレイ500と、0.5 秒でシリアルドットプリントカンマと書いてます。これ接続してないとただカンマをずっと打っていくよということになってまして、接続すると次の行ですね、シリアルドットプリントランカッコカッコダブルコーテーション2つで何も表示しないと、
そしてシリアドットプリントラン、Wi-Fi コネクティッド、接続制服をしたよ。で、シリアルドットプリントラン、行を書いて IP アドレスを表示します。で、シリアルドットプリントラン、Wi-Fi ドットローカル IP アドレスと。そして最後にサーバードットビギン、カッカッコ、セミコロンということになります。で、最後ですね、メイン関数、繰り返し分です。ボイドループですね。Wi-Fi クライアント、クライアントイコールサーバードットアベイラブル。スマホなどの接続を確認すると、で、if クライアント、もし新しいクライアントが接続されていたら、誰かが接続したらってことですね。で、カレントタイムイコール見るつ、カッコカッコ、セミコロン、プリベアスタイムイコール、カレントタイムということにしまして、シリアルドットプリントラン、ニュークライアント、ストリングカレントラインイコール、ダブルコーテーション2つのセミコロン。で、ホワイル文で、クライアントドットコネクティッド、カッコカッコ、アンドアンドカレントタイム、引くプレベスタイムが、タイムアウトタイムより少なかったらと。タイムアウトしなかったらとですね。カレントタイムは、ミリズ、カッコカッコ、セミコロン。if、クライアントドットアベイラブ。クライアントからコマンドが来たらってことですね。で、それチェア型の C といたしますと、イコール、クライアントドットリード、読み込むってことですね。で、シリアルドットライト C ということで、シリアルモニターにそれを表示するんだというコードを書いておきます。で、ここで if 文が来るわけですね。C イコールイコール。これはシングルコーテーションの WN って書いてますけど、バックスラッシュ N。開業コードってことですね。そして、また if 文が来まして、カレントライン。ドットレングス、カッカッコ、イコールイコールゼロと書いてます。そして、その中身ですね。if 文が実行されるときです。クライアントドットプリントラン、ダブルコーテーションの http スラッシュ 1.1200OK と書きます。で、クライアントドットプリントラン、コンテントハイフン、タイプコロン、テキストスラッシュ html、クライアントドットプリントラン、カッカッコ、セミコロン、クライアントドットプリントラン、これはびっくりマークのドキュメントタイプ HTML ってことですね。で、次に HTML、ヘッダー、メタネーム、ビューポート、コンテントイコール、イニシャルヒン、ハイフン、スケールイコール 1.5 で、ヘッダーを閉じますね。で、ボディ文を作ります。そしてホームメソッド、ゲットメソッドでいきます。ゲットメソッドということは、URL にパラメータも載せてしまうということですね。で、インプットタイプ、サブミット、ネームイコール0、バリューオンとしますと、スタイル、バックグラウンド、カラーは黄色にしようと。で、中の文字は赤にしようと。で、次のボタンですね。インプットタイプ、サブミットボタン、ネーム1とします。で、バリューをオフとします。で、スタイルをバックグラウンドカラー、ブラックにして、文字をホワイトで表現します。で、本文を閉じて、ボディ文閉じて、HTML も閉じると。そして、クライアントプリントラン、ブレイクと。いうことにしておきまして、else 文の場合は、カレントライン、何も入れないと。else if C がバックスラッシュの R でなかった場合、カレントラインは C にプラスして代入するということになります。で、if カレントライン、ドットエンドワイドスとしますと、ゲッターメソッドでスラッシュハテナ0イコールオンということの if 文を作りますと、デジタルライト GPIO の26番ピンを排除点する。もしカレントラインエンドスウィズゲットスラッシュハテナ1イコールオフだった場合、デジタルライトで GPIO の26番ピンは消灯させるという命令を書いておきます。で、ここまで行きますと、最後接続を終了するためにクライアントドットストップ、シリアルドットプリントラン、クライアントディスコネクティッド、シリアルドットプリントラン、何も入れないというふうに、プログラミングいたします。それでですね、最後にですね、 ESP32 スマホで操作しているところをご覧になっていただきたいと思います。
それですね、ESP32 のダブルルーム32開発ボードなんですが、今回電子工作ステーションさんで購入したわけですが、前々回のライブ放送で38ピンのモデルを購入したと言ってしまったんですが、間違いだったようです。ここに書いてます通り30ピンモデルですねのタイプ C、 これを購入いたしました。お値段の方が1100円になります。どこよりもお安いと思います。送料無料ですね。このピン配置図なんですが、ここに載ってるようです。クリックしますと、ここにピン配置図載ってるんです。これを参考になさってみてくださいということをお伝えしまして、今回のライブ放送終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。